のせいで雑草が青いから聞いてる。そのせいで母に愛されていない。外から見ても特に変わったところはないが、
に完全にリンクしていて、それをシェイクスピアの言葉で、あの美しい、海外表現というか、セリフの強さもそうなんですけど、先生の描いてる絵のタッチとか、アニメで表現されているその絵の感じとかっていうものを通して伝えることで、あ、すごく伝わるようになっているのが原作のとても好きなところで、なんでそれをその 2.5 次元演劇をやっていて、シェイクスピアもやっている自分が演劇としてやらせてもらうっていうことにもう、なんかテーマにも共感していますし、表現したいことも、あ、じゃあこの座組でそれをやれるなら、やりたいこと山ほどあるから、なるべく全部やっちゃおうと思って、脚本の段階から、内田さんと話しさせていただいて今ここに至ってます。だから先日で読み合わせをしてもらって、もうすでに作品の成功は確信できているんですけれども、実力が確かで、演劇を愛してやってきている役者のみんなとこの作品をやれることをすでに嬉しく思っていて、はい、もう楽しいです。見に来ていただきたいです。はい、これから稽古をたくさん詰めていって、芝居の面とかでも自分が一人で台本を読んでいて思っていた方向性じゃない方向性がたくさん見えてくるんだろうなっていうところで、キャストの皆さんに影響をたくさんいただいて、自分自身も頑張ろうって思っている現状でして、でこの作品は私も原作がすごく大好きで、読めば読むほどそのセリフの、あ、こことここが引っかかってたんだとか、あ、シェイクスピアのここからセリフを持ってきてるんだとか、なんかいろんなところがすごく面白くて、もちろんアニメ漫画があるので 2.5 次元舞台っていうものにはなるんですけど、なんだかそこがそのいろんないい要素が入ってるというか、シェイクスピアとしての舞台のなんかそういう昔ながらのみたいな面白さもありつつ、 2.5 としての美しさとか、そういうアニメとか漫画とかのが飛び出してきた素晴らしさとか、そういうものがあって、とっても面白い舞台になるんじゃないかなとも思ってますし、そうしなければならないなと思っております。そうですね、稽古を始まってから、僕の中でその縦の稽古だったり、たくさん縦以外のところの、シーンだったりとかっていうのが結構初めてなところが多くあって、それは僕の中では新たな挑戦ですし、自分の目標であるいろんな引き出しを作っていきたいっていうのも一つであって、でやっぱりなんだろう、だんだん日に日にその体に、なんていうんですかね、体から感じる痛みだったり、その心の中の痛みだったりっていうのを、やっぱ台本読んで読むたびに、なんか辛いし苦しくなるし、だけど希望を持っていきたいしっていう思いがだんだん強くなっていってて、まだまだ本番まで稽古がある上で中で、もっとリチャードの深さを追求して、原作アニメ以上のリチャードを見せていけたらなと思っています。漫画と台本読んで、今回王家の物語でもあるので、自分の地位とか権威とかそういったものに対する欲望だとか、それから人の愚かさとか醜さみたいなものがすごく美しく描かれている作品なんです。なんかそこは一見反比例するような感じもしますが、なんかそれを両立させられるぐらいのパワーがこの作品にあると思います。いろんなここにいる素晴らしい役者の方々のいろんな表情を間近で見れることが個人的にもすごく楽しみですし、それをお客様に伝えられるように自分も作品の一部として一生懸命頑張っていきたいなと思っております。そのシェイクスピアさんのね、尊敬してる作品だけど、和田君からリクエストあるので、僕は勝手に初顔合わせの挨拶でも言ったんですけど、ヨーロッパのヒルドじゃないかなと個人的ですけども勝手に思ってます、というのはすごく人間の絡み合いがあるんですけど、その奥にはすごく重厚で、王家に生まれてしまったことの幸せと
あと不幸せがすごくあって、リチャードとしてもそのこういうふうに生まれてしまった、やっぱり運命があるんですね。一番好きな作品の中のワードがあって、それはあの何人も運命から逃れられないっていうんです。皆さんもあの経験あるかもしれませんけど、この人から離れないとか、どうしても巡り合って結婚しちゃったとかいう、そういう、でもシェイクスピアで言うならば、ロミジュリのように絶対愛し合っちゃいけない敵同士の両家が愛し合ったりとか、そういう要素があって、あの非常に心が苦しく、でも重く、大きな話だけど皆さんにも置き換えられることだし、なんかその奥行きがすごいんですよね。僕は個人的にこのヘンリーとリチャードの関係性が一番作品としてはとても好き で、この2人は男性キャストと女性キャストですけども、男性キャストがやるがゆえの女性であるということの苦しみ、女性キャストがやるがゆえの男性になれないという苦しみが、あの全然違う面を持って見れると思いますので、ぜひそちらを楽しみにしてあげてほしいと思います。最近こう 2.5 次元舞台に出させてもらううちに、こうダンスとか歌とかそういう表現がすごく、盛り込まれている中、今回バラオのソレスって本当にお芝居だけで、2時間ちょっと、やるというところが結構すごいチャレンジだなと思って、なんかこう本当に、このキャストの皆さんと、演劇の持つパワーで、こうやって、バラオのソレスという世界観を本当にお芝居だけで、お客さんを退屈させることなく、届けれればいいなと思っております。本当に、本当にこう、演劇をやってて、なんかこう常に、僕はなんかこう真摯に向き合いたいなと思っているんで、なんかそういうところが、まあ、常時として伝えれればいいなと思います。まだ俺の中ではバラオの創立は始まったばかりなので、まだ正直バラオの創立してないんですけど、今日からバラオの創立していこうと思うんですけど、僕は作品ですごく思ったのが、ヘンリー役の小田拓磨さんのセリフで、ちょっとあの完璧なワードでは言えないんですけど、なんだろう、性とかそういうなんかそんないらないじゃないかみたいなのがあった時に、俺はそれを聞いた時に確かに難しいですね。これなんて言うんですか、ちょっと難しい言い回ししてましたよね。今先輩に言ってる、まだ言ってる、ま、やれって。いやいや違う、やる難しいです。あの直接的なワードじゃなくて、あったんですけど、そういう性の意味とか、そういうのってあの確かにそのなんか日本でいう法律的なのがあるじゃないですか。海外もそう違うですし、そういうの別になんかなかったら、人ってもっと自由に自分たちの独自の発想や考えでもっと違う世界が生まれるんじゃないかなと思って、すごく僕は言ってることに共感を得て、なので本当にそういうのがやっぱお客さんにやっぱ影響力を与えれるんじゃないかなっていう作品に僕は個人的に思うのと、あとケイツビーとしてはやっぱりそのダブルリチャードの若さのとさやと最後まで見守れるような存在でずっといれたらいいなと思います。よろしくお願いします。まあ、僕自身今回、まあ、ウォリックという役はこの作品の中で、まあ、一番実直で素直な人物なのではないかなと、思いながら、やらせていただいております。私も演劇界のウォリックとして今のそばに立たせていただいていると思うと本当に身の引き締まる思いです。結構裏切るさ、いや、ウォリックは実直な人物ではないのではないかとも思っているので、まあ、これから皆さんとお芝居を重ねていく中で確信が持てればなと思っております。あとですね、まあ、先ほどまあ皆さんシェイクスピア、シェイクスピアとまあ言われてますけども、まあ、僕自身シェイクスピアに触れたのがもうかなり前なので、まあ、本当に、うん、スパイス的な印象しか今回の今あんまり意識はしなくて、今回シェイクスピアというよりやっぱり僕の信頼のおける松崎文也さんの作品なので、シェイク文也としてこれが後世に、こうじゃないんだよ、後世に分かる、すごく分かるでしょ、シェイク文也として後世にもう本当にね語り継いでいくような作品になるように、取材では滑っても本番は滑らないように、いやまだあの出会ったばっかりですからこういう空気なんですけど、本番ではあのすごいものを皆さんにお届けすると確信しているのでよろしくお願いします。僕がこの作品を、まあ、やらせていただくにあたって、原作読んだりシェイクスピアを学んだりして思ったのは、なんかそれぞれがやっぱ正義を持ってて、こう純粋に性にしがみついているというか、性と愛にしがみついているという印象を受けた、ある意味でのこう人間参加といいますか、
すいません、ちょっと頭に伏せちゃって。さあ、さあ、そうなんやろはしてない。俺と一緒のこと言ってるあれ、だろ、そんなに伝わる形なので、やっぱり しかも今回、そこまで、リーということを言われるような、要はテクノロジーに頼らないというか、映像に頼ったり、ね、その M に頼ったりっていうのが本当になく、あくまでマンパワーというか人間の力で演じる作品なので、そこにはやっぱ自分も純粋にまっすぐ取り組んでいきたいなと思います。まずは皆さんと仲良くしたいです。僕の願いはよろしくお願いいたします。私の演じさせていただくアンが貴族の娘なんですけれども、貴族の娘だからこそ自分の気持ちとは関係ないというか、自分の気持ちをこう優先できない部分で進んでいかなきゃいけない人生がすごいアンにはあって、なんかそういう部分をなんて言うんですかね、そのアンってすごくやっぱまっすぐで優しくて、すごいやっぱ素直な純粋な子なので、こう親ゴリックの娘なので、こういろんな政略結婚とかもありつつ、本当に神の定めといいますか、こう運命に左右、どん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 こう自分の思いとは違う方向に進んでいってしまうんですけれども、なんかそこをそういうふうに もがきながらといいますか、もがきながらでも最後までアンのそのピュアさというか、しっかり自分の気持ちを大切に最後までアンというキャラを演じていけたらいいかと思っていますし、今回アンはリチャード様とすごく関わることが多いと思うんですけれども、やっぱりダブルキャストのリチャード様も今回男性と女性なので、多分そのお二人にも、お二人によって私がキャッチできるものも多分全然違うものがあると思うので、そこは自分の中でも神経を研ぎ澄まして、しっかりお二人からキャッチできるものをキャッチして、自分からもパスを出せるように日々頑張っていきたいと思います。今回私が演じていたスペシャリーは、いろんなところにリチャードたちとアフロさんが突き詰めて、それを突き詰めていきたい。自身の考えは周りに何を言われても自分を進めて、自分の考えを通していくスペシャリーを演じていけたらなと思います。なるほど、そうですね。世界観をみんなに楽しんでいるように、課題は山積みですが、頑張っていきたいと思います。田中涼子です。よろしくお願いします。顔合わせで本読みをさせていただいたとき、バッと並んだ俳優さんたちを見て、ああ、やっぱりこの原作にふさわしい、なんか色っぽい俳優さんたちだなというふうにすごく感じました。その中で自分もきっちり独特しく、立っていきたいと思いますし、最終的にはただの一人の母親として、存在できたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。コロナで寂しいですよね。なんかその一人者の僕にとってはですね、どこ行っちゃいけない、ご飯も食べに行っちゃいけないってなって、僕ずっと一人でご飯食べてるんで、やっぱ2年3年ぐらいずっと寂しくて、けど稽古場に来ると美しい嫁がいて、可愛い子供たちがいて、なんかその寂しさが紛れると言いますか、なんか稽古が始まって本当幸せだなと思ってたんですけど、今日の全員の滑りまくってる挨拶を聞いて帰りたくなりました。本当にこの舞台できるのかなって心配になってます。まあ、がしかしどうしてもこのコロナ禍の中、娯楽性と社会性といいますか、なんというか演劇が社会にとって必要なのかっていう議論というか、僕の中でもずっとそれは考えていて、この厳しい時代というか、心が苦しい時っていうのはみんなを楽しませたり癒したりする作品の方がいいと思うし、何も考えないで見れる作品がいっぱい溢れた方がいいとは思うんですけど、じゃあ果たしてそういう作品が社会とつながっていけるのかとか、社会のためになるのかということを真剣に考えた場合、演劇ができる可能性というか力というのはもっとあるなって僕は思っていて、で今回、この素晴らしいバラオの壮烈という原作、シェイクスピアがもともと作ったものもあり、まさにシェイクスピアがやっていたことってそうなんじゃないかなと思っているんで、今回僕たちは、娯楽性も高めつつ社会とつながる覚悟を持って、命がけで、世界に演劇が必要なんだって胸張って言えるようにここのみんなと戦っていきたいなと思ってますんで、何卒滑ってる部分はカットしていただいてですね、良い宣伝をお願いします。ありがとうございました。この
原作を読んで本当に胸がいっぱいになって、登場人物皆さんにすごい感情移入して、私の演じるジャンヌという役もですね、リチャードとすごく関わりがあるので、お稽古でお二人と関係を大切に作りながら、素晴らしい作品を皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、このバラ王の壮烈という作品はですね、とても繊細な物語でありまして、原作の良さだったりアニメの良さ、そして舞台の良さというものはそれぞれまた違った良さがありまして、で僕が何より思っているのが、その今回そのリチャードという役が主人公となっているんですけども、本当に他の役一人一人がとても濃い、物語っていうか、感情の起伏だったりがある作品でもあって、なんだろう、僕がお客様の立場になった時に一回見ただけじゃ絶対満足しないなって思ってて、なのでやっぱり実際ダブルキャストっていうこともあって、若月由美さんのリチャードの物語、僕の、リチャードとしての物語っていうものはまた違っていくと思うので、そこは皆さんたくさん足を運んで、リチャードとして見てもよし、ヘンリーとしても見てもよし、逆にジャンヌとして見てもよしっていうのを、さまざまな感じで、舞台を見ていただければなと思っております。まあ、現状では稽古まだ始まったばかりではあるんですけど、キャストの皆様と少しずつお話をさせていただく中で、とても皆様本当にまず原作へのリスペクトが半端ないというか、私ももちろん原作へのリスペクトはしてるんですけど、もう皆さんとお話しすることでよりなんかリチャードの感情が見えてきたりとか、あ、こういう物語だったんだって知れていくことも多くて、一番はそこをこう私たちキャストカンパニー全員がちゃんと愛を持ってこのバラードの壮烈を上演させていただきたいって思っていることをお伝えしたいのと、あとはやはりダブルキャストということで、そしてしかも男女というところで、感情の面でも違いが出てくるというか、自分の中に持ってる引き出しとしてヘンリーの言葉の方がすごく私はグッときてとか、まあ、アンちゃんの言葉の方がもしかしたらあれもかグッときてとか、なんか私たちの中ですでにそれがあるってことは、きっとお客様から見てもそのシーンがなんかいろいろ違って見えてくるというか、私はここにグッときた、私はここにグッときたって皆さんがたくさん終わった後にこう会話していただくような、そんな面白い舞台にできたらいいなと思っておりますので、ぜひ、足を運んでいただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。